化されましたか？遅延症ですか？遅延症ですか？はい、どうぞ。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 はーい。あ、誰ですか？怖い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 。え、カニがいるんだけど、何？あ、はい、すぐ行きます。はい。あ、はい。あ、そうです。はい。あ、サインでお願いします。あ、はい。あ、これピザ頼んでないんですけど。あ、はい、ありがとうございます。え？ピザなんて頼んでないけどな。はぁ？え？本場のピザ？見たことないな、こんなの。ちょっと今緊急で動画を回してるんですけども、なんか今普通にいつものショート動画を撮影してたら、インターホンが鳴って玄関に行ったらですね、なんかピザーラですって言ってるんですけども、なんかピザーラのなんかスタッフさんがカニのなんか帽子かぶって全身もなんかカニの色してたんですよ。あんなピザーラの店員さん見たことないし、なんか一時期ね、宣伝でエビカニみたいなやつなんかやってるような気もしたんですけども、でもあの感じでなんか配達するなんて聞いたことないし、もししてるとしたらもっと前からなんか話題になってると思うんで、多分あれなんか違う人だと思うんですけど、とりあえずなんか荷物が届きました。ちょっと開けてみたいと思います。はい、それでは開けてみたいと思います。ん？何ですかこれ？ん？え？お前じゃねえか。やっと来てくれたか、お前。やっと来てくれました。書いてありますよ、ここに。たくあん TV5 月29日突破しましたよ。あれから1週間したら来るかな。現在7月18日、約2ヶ月経ちました。待っても来ない、待っても来ない、もう諦めかけていましたよ。そしたらあのピザーラの方が届けてくれたんですね。皆さん、改めて言わせてください。10万人突破しました。ありがとうございます。フォーカスティングアウト10万、サブジェクティブ、反対になってるな。なんかこれ反転してて読めないわ。これ、このカメラの機能でなんかこの文字が反転してて読めないけども、そのまま読んでも読めなさそうでした。よかった、逆に助けられました。まあいろいろとねあって10万人突破できましたけどもね、ここまで来るのに本当にたくさんの努力がありました。皆様の支えがありましたね。やっぱショート動画を出してからですね、驚くほどにたくさんの方が登録してくださって、銀の盾がまさかね、僕自身こんなにも早くいただけるとは思っていなかったので、めちゃくちゃ嬉しいですね。正直1年前なんて1万人いくっていう目標を立ててたんですよね。立ててはいたんですけど、こんなのは正直自分の中の隅っこの願いであって叶うはずもない願いだったんですよ。でもそこに向かってね、やっぱりひたすらに毎日、これもねまだ格好つけたみたいで嫌なんですけどもね、僕の座右の銘、クラクションを鳴らし続けろ、お前を向いてる人なんて。もう一回いいですか、もう一回いいですか。クラクションを鳴らし続けろ、お前に興味のある人なんて一人もいないんだ。もう一回いいですか。僕の座右の銘がありまして、初めはお前に興味のある人なんて一人もいないんだ。あ、違う、もうもうせっかくあるのにまとまってないな。もう一回いいですか？本当もうラストにします。本当にラストにします。いきますよ。僕のね、大事にしてる座右の銘があるんですけども、これがですね、誰もお前を振り向かない。だからクラクションを鳴らし続けろ。この言葉は JR を辞める時に僕の同期がね、僕に送ってくれた言葉なんですけども、まあ、その言葉をね、胸にずっとこの芸歴ね、今5年目ですけども、5年間走り続けました。毎日毎日、まあ、クラクションを鳴らすイコール僕にとっては動画を投稿することだったんですけども、動画を投稿し続けて今の形、このね銀の盾が届くまでにもなりました。それは本当にね、あの言葉を送ってくれたあの同期のおかげでもあります。この間ね、ちょっとその送ってくれた本人ではないんですけどもね、別の同期と会う機会がありまして、僕にこの座右の銘をくれた同期、あいつは今何をしてるんだと聞きました。そしたらですね、今会社を辞めて、実家でニートをしてると言ってました。クラクション鳴らせ！今こそクラクションを鳴らすんだ！この動画を見てるなら今すぐクラクションを鳴らすんだ！これからもクラクションを鳴らし続けます。今思ったんですけど、鉄道だったらね、クラクションじゃなくて汽笛の方がいいですね。汽笛を鳴らし続ける。次からこれにします。以上、銀の盾開封動画でした。皆さんありがとうございました。